アナウンサーやってみようチャレンジということで、早口言葉にチャレンジしてもらっています。続いてのお題はこちら、カエルヒョコヒョコミヒョコヒョコヨヒョコゴヒョコムヒョコヒョコ七ヒョコヤヒョコクヒョコトヒョコということで、この早口言葉に次チャレンジしてもらうのが4年目の私の先輩にもなります、薄井ゆなアナウンサーです。薄井さん、やってみよう。はい、薄井ゆなです。早口言葉挑戦します。ここは私の家です。この早口言葉のひょこひょこシリーズは初めて見ましたね。なのでできるかちょっと不安ですけど、前の須藤アナウンサーが噛みまくっていたので、ノンプレッシャーで頑張ります。普段から練習してるぞっていうのを見せたいと思います。よし、ふカエルヒョコヒョコミヒョコヒョコヨヒョコゴヒョコゴムヒョコヒョコナナヒョコヤヒョコキュヒョコトヒョコ。こーもう言えなかった。ちょっともう一回お願いします。カエルヒョコヒョコミヒョコヒョコヨヒョコゴヒョコムヒョコヒョコナナヒョコヤヒョコクヒョコトヒョコ。できた。よし、2回目もリズムに乗っていけたら完璧だったと思います。カエルヒョコヒョコミヒョコヒョコヨヒョコゴヒョコムヒョコヒョコ。さあ続いては私の同期で報道キャスターの柿内マリアアナウンサーに挑戦してもらいたいと思います。